なあ、聞いたかよ。銀馬地区で起きた時計塔の事件さ。また釘男の仕業だってな。ああ、それなら犯人捕まったらしいぞ。保安部が集まってて大騒ぎになってた。うそ、釘男が捕まった？どんなやつだった？釘男？事件がどうとか言ってたけど。キャー、早速事件が起きたの？前評判通りの素敵な町、銀馬地区ってとこの時計塔だって。ご主人様、早速行ってみようよ。いや、その前に原田さんを見つけないと。ダメー、だって我慢できないもん。いるで、こっちでも首は有効なの？この世の果てまで有効だよ。到着っと。ここが銀馬地区だね。適当に動いた割にはたどり着いた。て、適当だったの？なんか鎌崎地区とだいぶ雰囲気が違うな。相変わらず雨は降っているけど、あちこちやたらと豪華で高級そうだ。建物も歩いている人も金持ってそうな連中ばっかだね。あっちで見た貧乏そうな連中とは大違い。俺様ちゃん、貧乏人って嫌いなんだよね。貧乏人って性格歪んでるんだもん。人それぞれだと思うけど。で、事件があった時計塔はどこかな？だから原田さんを探さなくちゃいけないって言ってるのに。いい？教育係としてご主人様に教えといてあげる。探偵にとって事件は何よりも最優先なの。親よりも排泄よりも。分かったよ。行けばいいんだろう。ひとまずこの辺の人たちに聞いてみるか。よーく覚えておくようにね。へえ、